はい、皆さん、毎度毎度。昨日だけどね、シャンプーは仰向けになるとめまいがするっていうね、おばちゃんが来たね。いつもカットだけだったんだけどね、たまたま毛染めしてくれと。だけど、シャンプーでめまいがするから、あんまりもたもた洗わねえでくれと。だからね、仰向けだから、じゃあ床屋さんみたいに前向きで洗うかってね、ちょっと洗いにくいんだよね、パーマ屋の場合はね。で、慣れてないからね、やっぱり仰向けで、手際よく洗うんだけどね。その時にね、もう自分の頭なんかほら、朝さ、ちょろっと染めて、アルカリ毛染めでね。ほんで、洗うったってもうシャンプーなんかしないんだよ。お湯でゆすいで終わり。だから、そんなんでも平気だよっつってね。だけど、一応お客様だからね、もう簡単に、ツーシャンしちゃったんだけどね。やっぱね、お湯洗いだけどね、だと、かえって時間かかるね。やっぱり、六すっぽ乳化しないで、お湯ちょっとかけて、ちょっともんで、すぐシャンプーつけて、茶色い泡出して、 それゆすいで、もうね、ゆすぎきらないぐらい、それでまたすぐにシャンプーつけて、もんで、ゆすいで終わりと。で、リンスも軽くつけてね。やっぱりお湯洗いだけだと気使って時間かかるね。やっぱ簡単にね、シャンプーつけて、シャンプーが全体に広がればね、いいわけだから、揉む必要なんかないんでね、泡が全体に行き渡ればね、あとはゆすげばね、化学変化で、洗うわけだからね。で、掃除のプロってよくいるじゃない？お掃除のプロ。ああいう人たちは力出したら負けだっつうんだよね。で、シャンプーなんかさ、力出して洗ってる人結構いると思うんだよ。もう全員負けだよ。力出して洗ってる人は。シャンプーっつうのは化学変化で、汚れを落としてるわけだからね。油と界面活性剤がくっつけばいいだけだから、力を出す必要は本来ないんだよね。ただかゆいからとか言ってさ、やっぱりかいてくれっていうの？あんなの指の腹とかさ、それこそ爪立てりゃ少しは効くかもしんねえけどさ、だったらやっぱりシャンプーブラシ使って洗った方がいいよね。指の腹なんかどんなに力出したって、やっぱ所詮指の腹なんだからさ、この毛染めのシャンプーね。実際自分で染めてる方、男性の方だったら、もし来ないと思うけど、こういうね、手際よく洗ってくれっていうお客様が来た時にね、対応できるように自分の頭、シャンプーつけないでお湯だけで洗っちゃう。で、そんなのもやっておくっていうのを実験。で、別に何でもないっつうの？朝、自分なんか毛染めして洗って、お湯だけで。ほんで、一日過ごしたって別に匂いがするわけじゃないけどね、ロレアル・アルリアの場合はね。安い毛染めの場合は知らないけどね。いろいろ自分の頭で実験しておくっていうの。毛染めの後のね、シャンプーね、お湯だけで洗ってね、何でもないなんて、こんな実験、馬鹿げてやらないと思うけど、みんなね、いや、自分なんかやってね、今回ちょっと、いや、ちょっとは役に立ったなと。だから毛染めのシャンプーね、お湯をかけてね、毛染め剤が全部流れればね、茶色い液が出なくなれば、オッケーと。また匂い消しでシャンプーつければオッケーと。はい、お疲れ様でした。